って生きてた。率先して自分のことをけなすのは楽だけど虚しくて、悲しい過去なんか一つもないのが理想的だって価値観を持ってた。そんな僕は君という人に会えて大事なことに気づかされた。綺麗とは傷跡がないことじゃない、傷さえ愛しいという奇跡だ。その間にきらめく想いを抱きしめて、しわくちゃだったりやけに錆びついたり、剥がれてしまった記憶があったとしても、何一つ隠し作ろうこともなく、それさえ愛しいという奇跡だ。